北斗の剣一語味は、ブロンソン、原哲夫、河田雄氏、行都妹による日本の漫画作品。ヤフーブックスと穴井、ウェブコミックゼニオンにて、2013年3月1日から連載中。2014年1月26日からは、毎月第2、第4日曜日配信。 2013年12月10日に発売されたジャンプ改め2014年1月号に出張掲載。2015年にはテレビアニメ化された。2017年4月1日のみ、ガールフレンドとのコラボレーションが行われた。2017年4月時点で累計発行部数は170万部を突破している。 2021年現在、作者の体調不良を理由に無期限の救済中。原点、北斗の剣に登場するなんと六小剣、小生の男にして、自らを、制定と戦勝する男、サウザーを主役にした、パロディギャグ漫画である。北斗シリーズのギャグ漫画は他に、DD 北斗の剣があるが、DD がキャラクターを、デフォルメ化しているのに対し、本作は作画の行と妹が、 原点作画者の原哲夫の画風に似せて描いている。サウザーをはじめとした北斗キャラクターたちが原点の風貌と設定そのままながらもギャグを連発するギャップが特徴。原点の名シーンの再現もあるがギャグ漫画であるため何度死亡しても生き返って登場する。初期はサウザーをはじめとしたなんと六章剣を中心とする内容だったが、後に実質的に ストーリー要素のついた群像劇に移行し、サウザーの出番も大幅に減少。全く登場しないことも多くなる。最後の章以外のなんと6章剣の5人で構成される世紀末青春派アイドルグループ。読みはなんとで五面。サウザーがリーダーで彼の命令により全員が揃いのタンクトップを身につける。北斗となんとの全面対決においても5人は この衣装で戦う。トーク界のほか実在する既存の楽曲の歌詞を使った PV 風の作品が掲載される。アニメにおいては、実際に5人が歌っている PV 風のものが放映された。一時期ファルコを加えて、グループ名を、なんとでごめん G と改め、最強制定なんと群を合する場面もある。また、田園の場合はジャギが、ダダをこねたらしく、 なんとでごめん J と無理やり仲間に加わった。2018年6月現在8曲のシングルを出している。原点のジャンプコミックス版単行本に似せた想定になっている。2015年10月より12月までテレビ東京他にて放送された。聖帝サウザー様生誕30周年記念作と名打ち本作と同じ北斗系ギャグ作品。 DD 北斗ホクトの剣アニメ版第2シリーズ DD 北斗ホクトの剣にと共に同じ枠 DD 北斗ホクトの剣に一語ゴ味ないで120秒のショートアニメとして放送ナレーションは石井正則が担当キャスティングについては原点のアニメ版ホクトの剣でサウザーを演じた銀河万丈が引き続きサウザー役に起用されることが最初に発表されるその後 2015年8月15日から25日まで主要な登場キャラクターのキャストを毎日一人ずつ発表するというプロモーションが行われた。両者とも DD 北斗の剣に一語味としての曲以下は本作のみで使用。サブタイトルは DVD 収録時に付けられたもの。2016年3月25日に DVD が TC エンタテインメントより発売された。 ありがとうございます。